北条津城は、富山県伊水市中心港の海岸部にあった、日本の城、伊水市指定史跡。富山城閣カードナンバー26。鎌倉時代末期に、越中国守護名古屋市が置いた、越中国守護小規典とする。現行3年、県部の申請を迎える、際の騒乱では、 守護であった北条自由最後の拠点となり、半幕府側の御家人に囲まれて落城する際の光景は太平記に記述されるものとなった。室町時代になると守護畠山氏に代わり、伊水軍、根井軍守護大神保氏が入城した。明王二年、明王の政変で自害した畠山正長の重臣であった神保長生は、 政変で遊兵された将軍足利義儀を迎え、上洛のための諸準備を進めた。永昌17年に越後国守五代、長尾田目影の攻撃で落城。その後神保氏により再建され、後に越中国を支配した前田氏の頃には、城代も置かれたが、江戸時代初期に廃城となった。城石は畑とされ、 江戸後期に、加賀藩前田家の米倉が設けられた。現在、遺構は、伊水市立北条津小学校グラウンド地下2メートルの位置にあり、地表から見えない。グラウンド周囲にある土森は砂止めであり、土塁遺構ではない。1988年と、その翌年、1991年に支出調査が行われ、出土品の一部が、伊水市新港博物館で、 常設展示されている。2003年7月24日に指定史跡に指定。ありがとうございます。